バレンタインです。今日はチョコの日です。チョコをやるよ。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ俺もね、チョコを食べようかなと。今日はまあ今日はね、雑談しようかなと。いや俺はあるよ、チョコ。今目の前に全然ある。パイの実とクランキーとキノコの山、これ3つあるから。俺さっき配信5分前にコンビニ行って買ってきた。これさ、さっきコンビニ行って買ったんだよ、5分前に。なんかレジ通すのクソ恥ずくて、俺セルフレジで通して帰ってきた。袋もないっていう。あと飲み物も買ったから両手に積んで、エコバッグなんか俺持たんから、なんか両手抱えて帰ってきたわ。なんかレジやだなって。やっぱ2月14日、やっぱ、いや俺の中では2月14日って煮干しの日なんだけど、世間一般的にはなんかみんななんか色気づいてバレンタインとか言っちゃってるから、なんか俺はただただチョコ食いたかっただけなんだけど、やっぱそうやって気にするかなっていう配慮ね、レジの人が。だから俺はセルフレジを通して帰った。店員気にしてない理論はもうガチである。プライドエベレスト級だったかもな今日。この話やめようか、セルフレジの話ね。もしかして今日の配信のネタこれだけ？やめて、それやめて。いや違うやん、こっからやん。こっから雑談してみんなで盛り上がんでしょ。なんでそんなすぐ終わるわけないやん。それだったらもう切ったっていいやん。